タイムオーバー。あ、分かってます。はい、さあ、ニピー側に座ったのはアリスちゃん、シンジャさん。これは結構同門対決っぽいけど、さあさあバネスさんに変えてきた。アリスちゃん、シンジャさんは K ダッシュをアンディに変えてきた。さあアンディ対バネスさん、いきなりアッパーカットか。さあ、ショーヘルドが入って、今は後転がでうまかったっぽいけど失敗した。さあボリ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 、そうドアギャンかわせんだ。あれで02バリだね。さあ遠距離シーンで嫌がらせしてる。おぶっ飛ばしが噛み合った。さあバネッサが立ち回ってる。ゲージもたゲージも溜まってるし、さあ勝ったのはサーちゃんと合体してたらバネッサに見られた。さんのバネッサ、バネッサに見られた。さあバネッサ出てきた。バネッサ勝った。でバネッサ対クーラだが、おこれはこれクーラちっちゃいから当たんなかったのかな。今ひょっとして、さあ暴れてる、嫌がらせしてるが、お入ってきたか。さあアリスちゃん、シンナさんが寒く立ちまっている。さあブレス引っかかって、ジャンプリージャンプリー。さあ寒く立ち回って勝ったのはアリスちゃん、シンナさんのクーラー。さあカスミちゃん対クーラー。さあ尻投げして画面足リバ入って逃げて、さあハクさん逆に画面足、今度はガーキャンに返して、さあレースに噛み合う。さあまたガネシいった。どうする、チクチクしてるな。ちょっと危なかったね今。さあドレスして、ジャンプリンめくれてるしな、すげえな。さあ当てみ、ジャンプリン盛りかな今遠距離は。さあレースに噛み合って、アリスちゃん、シンジャさんがゲージ溜めてる。さあ耐久バイスしっかりして、そうまたガーキャン、あこれはちょっと危ない。さあ走り込んで勝ったのはサーちゃんと合体したらバネッサにミライトさんのカスミ。さあカスミ同キャラ、しかしアリスちゃん、シンジャさんにはちょっとゲージがないぞ。これなんか無難に勝ちって、はい。さあベニマル対カスミ、これベニマル側がかなりきついはずなんだが、だからしっかり稲妻に引きつけることができれば、引きつけて稲妻対空できればカスミに結構頑張れると俺は思うんだが、さあジャンプリー乗かれてるだけできついぞこれ。さあガーキャンして、ジャンプリーまた乗っかってきた。さあガーキャンでたまらず返す。さあ当てみ、後転後転なんとか逃げて、対空雷光剣もあるねこれ。さあジャンプリーが強え。さあ雷神転うざいの来たよ、走り込んでる。さあ置き攻めは失敗、置き攻めじゃないか失敗で、ベニマンこれだ、置き攻めはどうすんの。様子見したらリバ生えて逃げられた。さあもう時間ないぞ、無理だこれ。さあ勝ったのはアリスちゃん、シンジャさん。さあ
食産食産ジャガイモ。ジャガイモパンしかなくない？あ、すみません、おっしゃってください。すみません、本当に。さあ、1ピガに座ったのはジャガイモさんで、あ、おっしゃってください。あ、いいっすよ。さあ、ジャガイモさんまた先週に続いて、先週じゃないか、2週間前か、男らしいチーム。オーダーセレクト。これなんか98でパワーさんが取ってるようなチームが出てきた、これ。さあ先方ラルフ対クーラー。さあラルフがきつそうにしてる。さあ画面足いった、うまい。さあドッセイ浮き攻めは、またドッセイ、これでまたダメ足。あれでレイスティン勝つってやばいな。さあ円形 C、 もうクラが体力ないぞ。あ、これは、あ、走り込んでしなげ。さあジャガイモさんのラルフが先方戦を制す。クーラちゃんがゲージ溜めてないから、ちょっとこのフォクシー危ないかな。さあ、ぶっ飛ばし。すげえ。こっちも負けじとぶっ放す。さあ、スライディング入れて。もう一つ。さあ、フォクシーの攻めが入る。投げで読み合って。さあ、いやらしく攻める。うわ、またすげえ。さあカウンター、スパキャン見せたのかな今。さあスライディング強すぎる、ぶっ飛ば。ラルフは起き上げ早いっすよ、Gリフだから。さあぶっ飛ばで返して、スライディングで締めてゲージ貯める。さあ勝ったのはフォクシー。さあ次に出てくるのは裏足ろ、みんな裏足ろ中堅で置くけどなんかあんのかな。デュサマ帰っちゃった。さあ試合はグラシアが攻めている、ガーケン返して、さあ画面足、ほい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 。さあ浮き詰めどうすんの、こっちよ。エンケルビーチクチクいってる。さあヤシロはスライディング当たる技ないぞ。うわすげえのだ、やってないって言ってる。そして最大リターン、さあ取り返す。フォクシーすげえ頑張ってる。あ、さあ噛み合った。さあ勝ったのは裏足ろ、ただアリスちゃん信也さんが先方の負けをすごい勢いで取り返した。さあ大将マチュア、マチュア対裏足ろってまあそういう話でしょ。またこれ、これ波動拳とエボニーだけで終わりっすよ。さあエボニーがきつい、エボニーじゃねえや、波動拳がきつすぎる。さあ勝ったのはアリスちゃん信也さんのマチュア。さあクラーク対マチュア。これどうすんの、そこちょっとずつ削ってる。さあ噛み合って、さあもうゲージ使っちゃった、もう甘えらんないよこれ。おう、さあ苦しそうに詰められた、ガナシに。さあクラークの立ち回りがさっきから噛み合っているが、マチュア苦しそうだな。ただまだまだあるよ、時間はないがまだあるよ、崖玉あるし。あ死んじゃった。さあ勝ったなジャガイモさんのクラーク。リピガーのチームは誰もいいっすよ。なんて牽制しちゃってんの。さあ 2P 側に座ったのはやらないかさん、どうぞおっしゃってください。
さあ、やらないかさん相撲取って。あ、裏の間なんだ。さあ、クラーク。いよりを裏の場に変えてきた。対してジャガイモさんは裏足がキングに変わってる。賢明な判断なんだ。マジ賢明な判断だよこれ。さあラルフ対裏の場。これラルフが結構きついと思うんだけどな俺。さあどっせに噛み合って起きてなしない。さあこれ裏の場の遠距離ゲートがぶっ飛ばがラルフ的にはかなりきついんだが、あ、壊したかもきついよ。お、投げで読み合ったか。さあ大様遊撃拳大使噛み合う。さあ釣り手でじゃんけん汚い。ちなみになんかジャク様が1枚減りますよ。大様減んないっす。14ドットしか減んないっす。ジャク様は16ドット減るんで毎回ジャケにした方がいいですよ。さあ 3K が出てきた。にゃー。さあベノム、なんか相当。さあベノム、ベノム画面詰められてる。クリソンしてるな。竜神脚ベノム。あ、なさっきから危ないんだけどこの 3K。 さあ遠距離 D。 さあ投げ入って勝ったな。ジャガイモさんの 3K。 さあ 3K 対相撲が始まる。ベノム、スダベノム、ベノム。投げミスと思われるがスパキャンはしない。さあぶっ飛ばして入ってきた。あ、また投げ見つかない今。さあ 3K クリストンにしてるぞこれ。ギリギリ届かない。超速い。さあギリギリしてるぞ。噛み合って。おっさあ投げ、逆にガムシいった。ベノム、ベノム。さあ 3K 死んだ。さあクラーク対スモー。格子が今逆に出なかった。さあブッドも噛み合って。あーっとこれは。さあこっちも反撃をミスる。さあこれクラーク歯食いしばりなとかで削れるけどどうすんの。ジャンプリーで締めて。さあ勝ったのはジャガイモさんのクラーク。さあこれクラーク同キャラ、これクラーク同キャラだ。これレアすぎるよ。これしゃがみしの使い方が重要だと思うんだけど。さあ歯食いしばりに出た。さあ C 投げ。うわ入れ込んでる。さあ歯食いしばりな。ナパンストレッチおりゃ。あーなんか欲張ってる。さあなんかじりじりしてるが立ち絵強えな。立ち絵に負けちとしゃがみ C 差し込む。しゃがみ C と立ち絵の読み合いかなこれ。さあ投げ入って置き攻めはどうすんの。めくりに行くが当たらない。てか毎回なんか強パンマイピー入れ込んでんな。さあ出し投げうまく入って。さあ置き詰め下にか。うわー空中投げ。さあ勝ったのはジャガイモさんのクラーク。さあ次に出てくるのはハレゴロウさんですね。今回2週間ぶり。さあゴロウさんのチームはいつも通りなんでしょ。安心のチームだこれ。さあこれ今度ジャガイモさんのキャラがイオリになってる。毎回中堅のキャラが毎回変わってる。さあラモン対ラルフ。ダヤシダヤシ。
ブットバー。さあラルガーかなりクリストンしてる。ちょっとミスるが、さあまた我慢しった。なんだかんだ言ってなんか体力5分になってる。さあネクチャン3、起き上がり早いよ。ネクチャン3、さあラルフ基礎にして勝ったのはゴロさんのラモン。さあより対ラモン。さあネクチャン、ネクチャン、またネクチャン。ラモンスカイみんなネクチャン入れ込んでんな。投げ外しもすごいし。さあネクチャン3、ガナシーチェーン、イオリア起き上がり遅いっすよ。仰向けだけ。さあエンクルディ発生早い。さあ勝ったな、ジャガイモさんのイオリ。さあジョンフン、ちなみに今僕もジョンフン使ってるんで、ゴロさんのジョンフンを参考にしたいですね。これそこ行ってるうちに噛み合って、さあうまい。これちなみに俺あれできないっす。さあ汚い汚い攻めが始まってる。この後やりはかなりきつい。スラスラ、うわ汚い技が出た。さあ勝ったのはゴロさんのジョン。あの子汚いわ。さあクラーク隊長、これも悶絶じゃないの。開幕でジャンプとかロケットとかやばいな。推進置いてある、また推進置いてあるし、おいノリノリじゃないですかゴロさん。これやりたい放題だゴロさん。これあーゴロさん、あーさすがに今のは。さあ噛み合って、さあクラックまた、おしゃがみし、あーもうクラック苦しい。これいや前提漏れと思われるが、もうクラック苦しい。あーゴロさん強すぎるよ。さあ勝ったのはゴローのジョン。